古谷高弘は南海放送報道制作局アナウンス室所属のアナウンサー。愛媛県伊予郡戸部町出身。2012年3月、愛媛県立松山東高等学校卒業。中学、高校と陸上競技の中距離種目に出場していた。2016年3月、早稲田大学教育学部複合文化学科卒業後の同年4月、アナウンサーとして、 日本放送の子会社であるミックスゾーンに入社し、出向扱いで日本放送に所属。2004年に入社した当時、制作部所属の飯田浩二以来12年ぶり、同社所属の新人男性アナウンサーとして、同年4月30日の日本放送ザ・ラジオパークイン日比谷2016のアナウンサートークショーに手を披露目され、同年7月14日、 クラシキマスカットスタジアムにて開催されたフレッシュオールスターゲームの中継にて同局スポーツ部所属アナウンサーとして16年ぶりに実況デビューした。しかし同年12月末付で日本放送を退職し翌年2017年1月付で故郷の愛媛県のラデ県業局である南海放送に移籍することとなった。その後、 平成30年7月豪雨の取材報告で、古巣である日本放送が制作している NRN 系列向け報道番組に出演した。ありがとうございます。